いいいつももごご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平が MLB 最高記録に並ぶ開幕からチームの16試合で15長打は史上最多対記録ラッシュの一戦にドジャース大谷翔平選手が12日日本時間13日本拠地パドレス戦に2番指名打者でフル出場し 松井秀喜氏の持っていた日本人メジャー最多の通算175本塁打に並ぶ3戦ぶりの4号ソロを放ち日米通算1000安打に到達するなど5打数3安打1本塁打2二塁打1打点だった打率は3割5分3厘 OPS は1.098へ上昇しただがチームは延長戦で敗れ初の連敗を喫した打率はムーキー・ベッツ フレディ・フリーマンとの MVP トリオの中でトップに立った節目の一発が生まれたのは初回だった山本義信投手が初回にツーランを被弾し2点を追う直後の攻撃ワンナウトランナーなしの場面で第一打席を迎えるとパドレスの先発ワンマイケル・キング投手の速球を完璧に捉えたカウントワンボールからの2球目の95マイルの速球を捉えた打球は乾いた音を残してドジャースタジアムの左中間席に着弾した 打球速度107.3マイル、約172.6キロは今季最速。飛距離は403フィート、約122.8メートル。打球角度は25度だった。メジャー通算175本塁打で並んだ。松井秀喜氏はヤンキース、エンゼルス、アスレチックス、レイズの4球団で10年間プレー。大谷はメジャー7年目で松井氏の記録に並んだ。ドジャースの日本生まれの選手の本塁打記録は。 4本で野茂秀吉に並び沖縄生まれのデーブ・ロバーツ監督の記録にはあと3本に迫った開幕からここまでの16試合に全試合フル出場している大谷本塁打4三塁打一二塁打10で長打は15となった MLB 公式サイトで記録などを主に扱うサラ・ラングス記者の X 旧ツイッターによるとチームの開幕から16試合で15長打は1901年以降で最多対。 メジャー通算日本人最多175本塁打日米通算1000安打に加えメジャー記録となる開幕16試合で15長打と記録ラッシュの一戦となった試合前には元通訳の水原一平容疑者が訴追された試合前の会見でデーブ・ロバーツ監督は事件の真実がより明確になり翔平が前に進めることを嬉しく思うと話しこれで彼の潔白が証明されたと思うし 私たちはそれを信じていたこのことはもう過去のことだかこれで野球に向き合えるその上で大谷のプレーぶりを彼は見事に対処していたプレーすることだけに集中し邪魔されることなく素晴らしい仕事をしている他の選手たちも本当にうまく対処していたし雑音がプレーに影響するようなことはなかったと称えていたこの日先発した山本由伸投手は5回3失点6奪三振で降板初回 マニー・マチャドにカーブを狙われてメジャー初被弾となるツーランを浴びた2回にはキム・ハソンにもいかつを浴び先行きが危ぶまれたが3回以降はしっかりと立ち直った低めへのカットボールが打者の狙いを外す形となり粘り強さを発揮したメジャー2勝目の権利を手にしたが7回に救エンジンがタティス・ジュニアに同点ツーランを被弾するなど試合を振り出しに戻されて消滅 タイブレイクの延長11回に1点を勝ち越されて迎えた裏の攻撃では三者凡退に終わったドジャースはこれで10勝6敗の貯金4となった大谷翔平松井氏に並びとても幸せなことついに到達した高見大先輩松井秀喜氏は憧れの存在大谷は試合後松井氏の記録に並んだことについて個人的にももちろん嬉しいですけど 日本の野球界にとっても大きいことではないかなと思います個人的には切り替えてまた次の一本打ったら次の一本ということが大事かなと思いますと話したまた松井氏の存在が野球界にとってどのような存在かと問われると長距離バッターとして僕が小さい頃からずっと見てきましたし同じ左バッターとして憧れている存在だった そういう方に記録で並べたのは自分にとってすごく幸せだなと思いますと感慨深げに話したこれまで日本選手は長打力でメジャーの他の選手と渡り合えなかったが具体的に何打席で何本のホームランということはわからないので正確には言えないですけど体も大きいし長打というのが売りではあると思うのでそこを生かしていきたいと思いますと語った先発した山本由伸投手は5回91球4安打 3失点勝ち負けのつかない投球に決して悪い投球ではなかったと思いますしたまたま1本大きいの本塁打が出て得点されていますけど比較的テンポよく投げていたんじゃないかなと思いますと思いやった1点差の敗戦に毎回のようにチャンスにもなりますし一人一人は仕事はしていてもなかなかかみ合うことは競った試合で落としてしまったのは残念比較的良い粘りだったので。 ままたたた。明日から頑張りいいとと思います、と視線を上げた試合前大谷の口座から不正送金したとして訴追された元通訳の水原一平容疑者がロサンゼルスの連邦地裁に出廷保釈金2万5000ドル約383万円パスポート返上大谷と接触しないなどの条件で保釈されたデーブ・ロバーツ監督は翔平はとにかく前に進めると語った一戦 勝ちには結びつかなかったが自らのバットで重い空気を振り払った自身に並ぶメジャー175号に松井秀喜氏らしく大谷を祝福200300400と数字を残していくことを応援しています松井氏は大谷が自身の持つメジャー日本選手最多本塁打に並ぶ今季4号を放ったことを受け大谷選手は昨年メジャーリーグでホームランのタイトルを取ったほどの パワーもも技術もある選手です私のメジャーリーグで打ったホームラン数は私自身誇れる数字ではないと感じていますので今後も大谷選手が200300400本と日本の野球ファンの皆様が喜ぶ数字を残していくことを私も応援しておりますとコメントを発表した大谷翔平の175本塁打をロバーツ監督も称賛「グレートだ3安打大暴れに脱帽やっていることに驚き」 松井秀樹氏に並ぶ日本人最多の通算175本塁打。デーブ・ロバーツ監督は「グレートな野球をやっている」と三次の言葉を並べた。指揮官は「本当にいいスイングをする。すべて強烈な打球にしている」と称えた。5回戦頭では左翼戦へ落とす二塁打で、日米通算1000安打、NPB296 安打、MLB704 安打に到達した。7回ワンナウトランナーなしの場面では、 松井雄貴と対戦。真ん中に抜けたスプリットを抑制二塁打に1試合3安打は今季2度目の大暴れだった日々彼がやっていることに驚いているロバーツ監督は驚きを隠そうとしなかったそれでも大谷に動揺はなかった水原氏卒位後の初打席でメモリアル弾大谷翔平の強靭なメンタルに兵器者指揮官も脱帽この大谷の偉業を全米の各メディアも速報で報じている MLB 公式サイトは満票でアメリカンリーグ MVP を2度受賞できた大きな理由を証明した米スポーツ専門放送局 CBS スポーツは翔平大谷にとって新たな歴史的な偉業が達成された反対側のフィールドに楽々とパワーを供給してみせたなどと伝えているドジャースの専門サイトドジャースネーションのダグ・マケイン記者は自身の X で翔平大谷は私が今まで見た誰よりも 簡単そうに長打を打をつこれは本当に信じられないと指摘さらに同サイトのノア・カマラス記者はストレートにこの男は狂ってると絶賛したどんな厳しい攻めにもたやすく対応している大谷この復調ぶりを見るに今は手に負えそうにないまた米メディアジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は日本人選手の最多本塁打で松井秀喜に並ぶと題した記事において 大谷が元通訳の水原一平氏による賭博スキャンダルに巻き込まれ前日にようやく検察当局の発表によって潔白が証明された一件に触れつつそれでも大谷に動揺はなかったようだとスーパースターのメンタルの強さに言及24億5,000万円という衝撃的な額の盗難が明るみになった水原氏が訴追されて以降初めて入った打席で記念碑的なスイングで速度107.3マイル 172.7キロの打球をかっ飛ばし歴史に名を残したのだと記した彼はとてもストイックだ彼はただのプロでただ野球がしたいだけなんだ同記者はそうしたデーブ・ロバーツ監督のコメントも紹介し騒動に左右されず大前自弱とした大谷の様子についても語っている山本由伸大谷翔平の日本人最多対、通算175号本塁打に脱帽。 松井さんは僕が子どもの頃から活躍してた方ドジャース山本由伸投手が12日日本時間13日韓国の悪夢を払拭する5回4安打3失点の好投を披露したこの日まで10回連続無失点中だった山本初回に4番マチャドにメジャー初被弾となる先制ツーランを献上し2回にもキム・ハソンにソロを浴びたが3回以降は1安打と立ち直った パドレスにはデビュー戦だった3月21日韓国ソウルで1回4安打2四死球5失点で KO されたが今回は修正力の高さを見せた一応2度目の対戦にはなりましたけど特にそこはそんなに気にすることなく自分の投球をすることに集中して試合に入りました初回と2イニング目もボールをコントロールできていないところがあったので一度落ち着いて 意意識識するポイントを意識して何とか立て直せたかなとは思います。球種というよりはフォームの部分が徐々に良くなっていきました試合前にはドジャースのクラブハウスに日本のお菓子を差し入れるおもてなしリリーフ陣が打ち込まれ本拠地初勝利はお預けとなったが少しずついい感覚も増えてきてますし登板を重ねるごとにいい投球をしていけたらなと思いますと明るい表情を浮かべた。また。 大谷が松井秀喜氏に並ぶ日本人最多のメジャー通算175号を放ったことに関しては「松井さんは僕が子どもの頃からずっと活躍してた方で凄さは十分に分かっているのでそこに翔平さんが今回並んだというのはすごいことだなと思います」と脱帽していた最後までご覧いただきありがとうございますもししししよよろろければチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。